こんにちは、ペンギンです。秀吉です。ペンギンジェア第30回キリのいい回となっております。はい、明けましておめでとうございますですね。あ、そっか。あ、今日何日でしたっけ今日はですね、1月20何日かけども、明けすぎですね。明けすぎたし、まあ、もう言いたくないね、俺これもう、うん、毎回言うから、うん、久しぶりですね誰が悪い全員が悪いこの世すべてが悪い。うん、しょうがないよ。世の中は誘惑が多すぎるな終わったことはもういいのよ。うん、ただこれちょっと11月ぐらいの話になってしまうんですけど、あ、はいはい、近況報告なんだけど、はい、なんだかんだもう2年ぐらいこのラジオとかをやってきたわけじゃないですか。うん、そうね。なんかそれをやってきたおかげか、自分の喋りみたいなもある程度客観的に聞く機会がめちゃくちゃ増えたわけ。はい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 。それもあって昔よりかは相対的に見て自分は喋りはややできるようになったんかなと思ってるの。まあ、こう見えてるんじゃないかなっていう客観視はできるようになったんかなと思ってて、うん、それが功を奏したのか分かんないですけど、この間学会発表でポスター賞をもらった。あ、すごい。やったぜと。これもなんかラジオの、ラジオのおかげなんじゃないかっていうふうにこじつけております。ポスター賞。ポスター賞。矛盾してる気もするけど。いやいや、まあ、でもポスターの前でこう喋らなかった。まあそうですよね。そう、人が集まってくれて、まあ、うまく説明できたからもらえたんじゃないかっていうふうに思い込んでます。すごいね。そっか、1年目はもうね、社会人入ってなくて。あ、そうそうそう、社会人1年。すごいね、それで賞取れるのは。まあほぼほぼ研究内容をたまたま当ててもらったやつが良かったやろうなとは思うけど、まあ、今正解言ったよ自分で正解っていうのはお前それが正解やと思ってその通りやるだっけいやポスター賞ってそういうもんじゃないのだって違う。いや、やっぱ説明も大事やろな。だからまあラジオやっててよかったなって、これからも続けていきたいなと思ったわけ。そうか、よかった、ポジティブに捉えてくれって。今年こそ頑張っていきましょうよ5年後とか10年後も言ってそうよな絶対言ってる。今年はね、結婚しましたけどちょっと頑張っていきたいと思いますとか言ってそうやもんなちょっとなかなかね、家庭の時間がいろいろあって忙しいんですけどね。そう、ちょっと子供にご飯あげるとダメなんですよとか言ってじゃちょっと私はもうここで抜けますね、あと頑張ってください。言ってそうこの日撮影どうって、ごめんその日子供を公園に連れて行かなあかんとか言われそうや。そうだ、もう今のうちなんよね、ほんまに。そうよ。そうね、でもあと5年とかしたらもう余裕で30超えてるわけやから。そうやで。いや、この前なんかそのバイト先の塾でさ、年齢の話になってさ、はいはいはい、周りが若すぎてちょっと悲しくなったもんな大学1年ってまだ18とか、おるおるおる、そう19とか19とか、え、何個したって話やん。6個とか7個とかしたやんほぼ一回りやで、えぐい。悲しくなるほんまに。だって高校生とかいたらもう10個下とかやもんな。そう、それだから俺らが小学生の時に常識やったことが通用せえへんからさ。そうそう、困るよ。うん、ヘキサゴンとか知らんもん今の子たちパネ飛びとか知らんのか。パネ飛びって絶対知らんそうなん、きらめきーぬとかも知らんの懐かしいな今日覚えてんなお前そんな塾行く前に見てた。あ、そうなん、これギリ間に合わんかったそれ見てた。そう、ギリギリやね、全部は見れへん、ね、最初の10分ぐらいだけ見て、うん、そう。いや、なんかそう、時は金なりってことで頑張っていかなきゃ俺らが言うかそれは今年こそ、今年こそな、今年こそ頑張ろう。じゃあちょっと抱負そうですね今日の飲み物やったら入っていきましょうか。そうですね、はい。じゃあオープニングはこの辺でストップしましょうか。はい。さて秀吉くん、今日の飲み物は何でしょうそっちで噛むんかもうええわ、今日は何でしょう。はい、今日の飲み物はこちら、はい、カゴメのトマトジュースですね。なんかちょっと前に飲んでるって言ってたやつか。そうで、ま、続いてる。飲み始めたきっかけがね、はいはい、あのね、これ意外かもしれんけど二日酔いなんよね。おい、あの秀吉が。そう、飲まない秀吉。二日酔いというか、僕、うん、飲んだらその日のうちに二日酔いになるんですよ、ね、どんな いやあのね、その普通の人って多分その
お酒が持ってるそのアルコール分とか毒素を分解する力が強いじゃないですか。はいはいはい、はい、でその分解しきれなかった分が体に残って気持ちよくなるじゃないですか、うんうんうん、で僕の場合分解する能力はゼロに等しいらしくって、うんうんうん、だから飲んだらそのまま毒素が溜まるんで普通の人よりも早い段階で来るんですよねはいはいはい、あ、言いたいことは分かった。はい、で なんかどうにかならんかなと思って、この頭痛というか、うん、うんうん、で調べてたらなんかトマトジュースが結構効くっていうのを見まして、へ、うん、あ、そうなんや。そうで実際飲んでみたら、うん、まあプラシーボ的にはあるんかもしれないですけど、うんうんうん、1時間か2時間ぐらいで、うん、あれ、あ、頭痛なくなったなってなってたんですね。もう1時間で消えるんだったらまあまあいいかもな。ですよね。なんか二日酔いってなんかそもそもがなんかビタミンが結構不足するっぽくて、え、そうなんや。なんかトマトジュースが意外と効くらしいんですよね。あ、確かにビタミンいっぱい入ってそうやから、ね、そうそうそう、なんでなんか一つ生活の知恵でもないですけど、これは便利。も結構頭痛くなるタイプですよね、確か。なるなるなる。なんでお酒飲んで頭痛くなったら意外とトマトジュースが効くってのを覚えておくといいかもしれないですよ。あ、じゃあ常備しと、それはいいこと聞いたわ。うん。はい、それではまあまあもともとペンギンさん一人でやってたものがペンギン家臣団というものになりまして、はい、まあもともとペンギンさんと秀吉くんだったんですけど、うんうん、まあなんかよく二人が増えてくれましてね。増えましたね。うん。でまあ4人体制になって、これでまあ全体的に見たらまあ2年目とかになるのかな。そうね。あ、まあチャンネルっていくともう3年目に入る。3年とかになっちゃうのか。うん。3年になりますけども。はいはい。さあ今年も毎年恒例抱負を言っていきたいなと思うんですけど。なるほど。まあそれ入る前にね、やっぱり見返すというか復習は大事ですよ。ということで、去年自分たちが何言ってたのか、うん、と、それちゃんと守れたのか、うん、についてちょっと話していきましょうか。大事よ、普及は、うん。で、確か個人の目標と、うん、チャンネルの目標を決めたと思うんですけど、うん、そうそうそう。じゃあ、個人からいきましょうか。個人の目標をちょっと振り返っていきましょう。はい。まあ、さっきね、はい、ちょっと何話してたかラジオ直しましたけど、じゃあ、まずペンギンが何を言ってたかですね。うんうん。僕の去年の抱負は、うん、競馬でプラス収支と言っておりました。お、なるほど、うん、そう、なんかちょくちょくラジオで競馬の話とかはしてたんですけど、うんうんうん、今年はそもそもラジオがそんな上がらなかったので、うんうん、ペンギンさんの競馬事情を多分皆さんは全然知らないと思うんですけど。そうね、あんま言うね。まあでもね、ペンギンさんのお週まであるドーデュースが有馬記念買ったりしてたんで、まあ結構儲けられたんじゃないのかなと思うんですけど、うん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 、さてさてどうでしたでしょうか。まあ回りくどいことはもう言わずに、うん、今年、ああもうなんぼ負けたんかもう言っちゃうか、うん、ちゃんと管理してますので1位くらいまでびっちり入れます、うん、いきます。はい、346,272円マイナスです、うん、ありがとうございます。もうやめてしまえもう34万か。やばくないっす。2円ってどうやったらマイナスなんの確かにこれなんで2円になるんやろ。なんか消費税みたいなのかかってるやん。あれ確かに。あ、まあ、あ、あれちゃう ?500 円かけましたで、うん、何十何円返ってきたとかって時にその差額が1の桁も出てくるやん。1の桁出てくんの？出てくる出てくる。変な書き方すると1の桁出てくるやん。うんうん。34万か。これ、34万。ちょっと待って。その辺のサラリーマンよりの月給より高い。ねえ。え？半年分の学費や。お前やで。大学行けるやん。行けるよ、半年間。いやー、ちょっと。え、どこでそん、え、一番大きいマイナスはいつなんですか、それちなみに。おそらくやけど、多分宝塚とか、なんかその辺でアホみたいにかけて、外してるんよね、うん、きっと。さっき言ってくれたドーデュースも、ドーデュースが買った時に限ってドーデュースを買ってなかったりで、うん、なかなかね、アホみたいな買い方に嫌われてるんじゃん、ドーデュース。ダービーも京都記念も取ったのに。だってかけた時に限ってイクイノックスが勝つっていうパターンですもんね。天皇賞もジャパンカップも買ってたのに、なぜか有馬で買わなくて。そう。で、唯一買った有馬で、ドーデュースが買ってしまうという。お
かしいよな、嫌われてる。そういうことがないように年からはちょっと押し馬にちゃんとかけるっていう買い方で今年は頑張っていこうかなと思ってます。そうね、うん、いやちょっと生々しい額が出てしまったけど、今年はもうこれをひっくり返すぐらいプラスに。ちなみに僕は一番損失が出たのは天皇賞秋でしたね。え、そうなんや。うん、そう、何を血迷ったかジャックドールに単勝1万入れちゃったんですよね、うん、結果最下位あの大逃げをかましたジャックドール。そう、やっぱ逃げ馬にロマン感じちゃうんすよね、うん、パンサラッサやったらまだしもな。ねえ、ジャックドールかいや、まあちょっとあれは今年は相手が悪かった、うん、やれることやった感はある。イクイノックスはね、逃げ馬を捉えるのが大好きですから。うん、まあ今年は、今年こそはやな。今年は帯取りましょうよ、頑張って帯取ろう。うん、競馬の障害収支をまずプラスにしよう。うん、そっから。いや、もう俺はもうマイナスになってもいいから帯取ることを目標にします。ああ、それもいいかもな。うん、確かに帯を取る。帯ってのは100万円のことです。100万円のことです。はい、100万を取ろうと思うとやっぱり硬いところ、人気どころにかけててはしょうがないんですよね。そう、だから穴っぽいところにたくさんかけていくと。そう、私は自分は結構押してるけど人気がそんなについてない時が狙い目っすよね。うんうんうん、今年はちゃんと好きな馬買わないと。だって競馬もね、この YouTube と同じぐらいもう2年とか3年とかやってるわけですから、そろそろね、うん、分かってきたよ、いろいろ。そう、だってなんやかんや去年一番嬉しかったのって、うん、ナミュールがマイルチャンピオンシップ買ったのか、はいはいはい、はい、それか赤風が夏に買ったのかのどっちかっすよ結局なんか強い馬が勝つよりも押し馬が勝つ方が嬉しいっすよ。それはそう、本当にそう。しかも大概押し馬ってそんな一番人気になってること少ないからね。そうそうそう、まあまあまあ、まあ今年はとりあえずね、うん、うん、じゃあペンギンさんはプラス収支ですか今年も。いや、今年は好きなのと好きな馬にちゃんとかける。ああ、だそれなら別にマイナス収支でも大丈夫。いや、この間のモリアーナみたいな4着めっちゃ怒ってたけどなめんなっつって、このクソ親父がっつって言ってない、それお前や届くかんなとこからっつって俺は頑張ったって言ってたから。嘘つけ、嘘つけ叫んでたやんか、いつも通り叫びはしたけどそう、まあでも悔いはなかった。かけて気持ちよくはなってたおかしくなってるってそれ多分まあそうそうそう、押し馬にああいう風にかけていくっていう感じしようかな、今年は。うん、競馬に関しては、ね、うん、そんな感じですか。秀吉の抱負も聞きますか。ああ、どんな感じでしたっけ僕の抱負。もう忘れちゃいましたよ。ちょっとやや抽象的ではありますけども、はい、こう一歩一歩着実に頑張っていくとか、まあ言ったことはするみたいな何もできてねそもそもそれを守れてないから、言ったことは守れてないし確かにな、一歩一歩着実なんか歩んでないからうん、飛ばし飛ばしだしな、結局な。なんか資格取るとかも言ってたけどね。資格のしの字も勉強してない気のせい、気のせいな、言った記憶ない記憶にございません結局じゃあもう 何やったのな。去年は俺なかったことにしてるなんかウルード氏みたいなもんで去年はなかった年だと思ってる。ちょっとイレギュラーイヤーや。うん、なんか運勢も良くなかったしね。タロって結構いいこと言われてたやんかなんか毎年ダウンタウンのダウンタウンデラックスが入るじゃないですか。血液型のってやつね。そうですね、はいはい、去年は運勢終わってたんでそうやっけ、去年高くなかった。いや確か一昨年は良かったんですよ、僕たち両方とも。はいはい、あ、ペンギンさんが1位で僕が4位やったんですけど。あ、そうやったっけか。うんうんうん、去年はペンギンさん100何位とかで、うん、僕確かケツから数えた方が早かったんですよね。あ、そうやっけ、去年。そうですそうです、去年は、うわ終わってるわ、見んかったらよかったと思いました。ああ、まあでもその占いでいくと今年何位やったっけ。今年3位とかじゃなかったっけな。めっちゃ高かったよ、確かに。めっちゃ高い。っていうか僕双子座なんですけど、うん、双子座が軒並み高いらしいです、今年は。ああ、そうやそうや、今年はじゃあ来るで。今年は来ますね。それでいくと多分俺もちょっと高めではあったのよね、うん、あ、ほんと、いいところにいたんじゃないかな。そうですか、今年こそはやな。ペンギンさん何座でしたっけ。僕お羊座の A 型ですね。うん、お羊座もいいんですね、そしたら。なんかめっちゃいいって感じで、あ、
14位かな。うーん、今後の人生を変える大きな飛躍が、忙しくてもしっかり息抜きを。めちゃくちゃいいじゃないですか。めちゃめちゃいい。僕は運気は尻上がりにどんどんアップしていくと。おお。で、今年後半大きな勝負には必ず勝つ。G1 全部勝つってこと？よし。秋小葉参観するぞ。いいなー。羨ましいなー。なんで競馬やねん。俺の人生どうなってんねん。いや、どうしても後半の大きな勝負って言われるとこう、確かにね、小葉さんかな。ちなみにあれどうですか、カンベイ君とシンゲン君は。カンベイって一緒じゃん、もしかして。確か俺と一緒な気がするから14位かな。同じく14位か。うーん、だからいい運勢ってことですね。今後の人生を変える大きな飛躍があるんか。うん、まあ、なんか2人ともなんか仕事でちょっとなんかちょっとグレードアップしそうな感じしますもんね、うん、見てると。するのかな。まあそれかこの YouTube かもしれんしね。仕事辞めるってことじゃん。まあそれはそれでな。仕事辞めるってことはこっちがいいってことやからな。ね。んで、信玄が乙女座やったっけ、うん、あれは9月生まれはとか言っていいんかな。乙女座じゃなかった、確か。あいつそうかもしれん。ね、血液型知らんわ。そう、乙女座って聞いてそんなわけあるかと思ったもんな。あいつ何型なんやろ。乙女座 A じゃない。 A か O やんな。まあ乙女座の A 型やったら26位やな。あー、半分ぐらいちょうど。説明が、うん、周囲の人との関係がギクシャクしがち、新たな挑戦には要注意って書いてます。ちょっとやばくない、こいつ。あれあれ、あいつ新たな挑戦ちょっとしてるよな。確か怖い怖い。 A 型やった、 O 型やったら。どう、 O 型やったら。 O 型32位です。で、説明が、うん、これまでの考え方を否定される出来事が、変化を受け入れないと低迷の1年。まあかんやん、どっちにしろ。あ、でも変化を受け入れればいいってことやろ。もう受け入れて YouTube に専念させるか。なんか乙女座の気並みはあんま良くない、ね、今年は。去年良かったんかな、うん、そうなんかな。去年は去年で大変そうやったけどな。確かに。てか今年も大変なことなりそうやからな。うーん、うまくいけばいいけど。うまくいってほしいね。高みの見物してるけど。占いの結果だけやからな、これ。ただただ。いや、まあ去年当たってるからな、でもこれな。信玄に関しては、まあ、どうせうまくやるやろって思ってるから、うん、そうね、ちゃんとやるでしょっていう信頼があるので、うん、まあ大丈夫でした。去年の占い内容当たってるかちょっと確認しようぜ。お、去年か。去年何位でしたっけ、天銀さん。去年あんま覚えてないな。何やったんやろ。お羊の A。 お羊の A ですよ。あ、10位じゃないですか、去年。悪くないやん。うん、新たな調整のチャンス到来、過去に諦めた夢も再挑戦で花開く。どうです。これいや間違ってはないような気がしますよ、僕は。ほんまに。だって新しい挑戦したじゃないですか、4人対戦してみようぜみたいなとか。ああ、はいはいはい、はい、ちょっとニーサやってみますとか。うんうんうん。で、過去に諦めた夢とかも結局また研究職やってるじゃないですか。研究職もやってるし、うん、結構最初からゲーム実況路線でやりたいと思ってたのが、まあまあまあ戻ってきたから、考えたら、おまあ当たってるじゃないですか。外れてないのかな。え、秀吉は？秀吉、双子の A。あ、双子や、双子や。重い責任を背負わされることがある一年。そのプレッシャーから逃げることもできず、地獄のような状況。そんななんか責任あったか。まあ、間違ってはないかもしれん。企画係として。いや、責任という、まあ、家庭の問題とかもそうですし。はいはいはい。まあいろいろとあったなって考えると、うん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 、間違ってはないなって思いますよ。割としっくりきますよ、これ言われると。お、じゃあもう当たると考えれば、じゃあ今年も当たるんで。今年はいいことがありますよ。ペンギンさんずっといいっすね。1位10位14位ですか。悪すぎない感じでずっといるな、ね、僕4位30何位3位とかっすね。いいやんか。いい時はいいんやから。 W ですよ、 W。 今年はもう尻上がりにどんどんアップですよ。じゃあ後半いいことがあるって考えましょう。もうだから今日より明日がいいし、明日より明後日がいいし、でもどんどん良くなっていくみたいな。いいこと言うじゃないですか。どうよ、も
も悪いんだろう。今日より悪いことないってことで。そうね。うん。めっちゃいいやん。いいね。今んとこそんな良くないからな。だもうこれ以上悪くならない。これ以上悪くならない。いいね。めちゃめちゃいいことやで。先週思いっきり道路で転んで腰痛めましたけど。まあ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 。夜の12時ぐらいに歩いてて。うん。思いっきりボーンって滑って。相変わらずなんかそういう散歩してんねんな。してますよ。でも、もうこけて、もなんかもうそれで、なんかやる気をなくして1分ぐらい寝てましたもん、そこで。当たるってなった。まあ雪も降ってるやろし。うん。誰もなかったと。うん。本当になんか、今というかちょっと前までスケートリンクみたいになってました。怖いな、それもな。怖いっすよ、もう。ツルツルで。うん。誰か水撒いたんちゃうかなってぐらいツルツルでした。で、何の話や。ああ、お互いの去年の抱負の話をしたよね。はい。なんで、一個なんかコーナー挟んで、じゃあ、はい、今年の抱負に入りましょうか。今年の抱負ね、わかりました。はい。太閤殿下の言葉。太閤殿下こと秀吉くんからありがたい言葉を頂戴するコーナーでございます。それでは、秀吉くん、お願いします。うん。まあもうなんか、3、4回目やと思うんですけど、はい、継続なんですよ、やっぱ。もうええって。もうええよ。もう継続は力なりって言葉あるじゃないですか。あ、力じゃないんですよね、多分。継続は命より重いぐらいのイメージじゃないと。なんでそれ思ったかっていうと、さっきラジオ聞いてたじゃないですか。はいはいはい、あ、去年のな。うん、はい。で、そこで、多部くんの名前が出たんですよね。多部くん、はいはいはい。で、おそらく、そうなんですよ。ラジオで初めてその、多部さんというか多部くんというか、うん。に言及したのが、うん、多分あの回だったんですよね。ああ、そうかもしれん。うん。うん。で、まあ、ちょっとお祝いも兼ねてなんですけど、多部君は登録者数1万人を超えられたということで。はいはいはい、ねえ、こうやってね。いや、おめでとうございます、本当に。本当におめでとうございますよ。聞いてるかな？わからんけど。わかんないけど。うん。あ、でも、すごいね。その、多部君のすごいところって、その、企画の内容とかもすごいけどさ、うん。我々が絶対考えもしないようなことをやってるじゃないですか。考えもしないようなこと。うん。で、その上でちゃんと、1週間に1個か2個出すって決めてるじゃないですか、あの人。うんうんうん。で、それをちゃんと守れてるっていう。うん。で、それがちゃんと成果にも結びついてるじゃないですか。うんうんうん。あれが多分本来のあるべき姿なのかなと思うんですけど。まあ、まず YouTube ってものがね、上げ続けるってのがすごい大事と言われてるけども。うん。それをもう、俺らと同じぐらいに始めて、もう2年ぐらいずっとやってるから、そう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 、うん、すごいよな、うん、じゃあ、 あの姿勢を見習わないと、うんうんうん、で、ちょっともう多部くんで思い出してほしかったんですけど、はい、なんか去年のさ、うん、反省会動画あげたじゃないですか。ああ、うん、はい、あげました。で、あの時に、うん、なんかどれぐらいの頻度であげるかちゃんと明言しますって、うん宣言してたような気がするんですけど。はあ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 。まだ出してないっすよね。出してない、うん、言ってないような気がするんですけど。あー、明言しますって言ってから、うん、明言してないよねってことね。そういうこと。それはね、そうですね。うん。だって、もう、俺らの言葉、誇りより軽いやん。うん。もう、言ったところでやる、多分。その葉っぱにもなってないと。葉っぱにもなってない。綿毛のようにどこまでも。小峠ですよ、小峠。俺ら外来種としてもアメリカあたりに飛んでくぐらい軽い。ね、で、外来種に食われて終わりっす。外来種食われて終わりや。とは言いつつも、軽い言葉でも吐いとかないと、ちゃんと。いや、本当に、ね。種は残さないと。その通りですよ。まあ、実は、なんなら前回の動画あたりかな。うん、それこそ多部くんからコメントをもらって、実写が見たいですよ、みたいなコメントをいただいて。お前なんか実写上がるって言ってなかった？そう、まあ、上がるというか、撮影予定ですと書いた。ちょっと濁した感じで書いて。撮らなあかんやん。撮らなあかんってなるやん。撮影予定やったんはマジやん。で、実際撮ったやん。あ、そう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 、そうや、そうや。あれか、仙台か。そうそうそう、仙台に旅行行った時にね、撮ったんですけど。で、そこで多分明言しようとして、結局そのままってことやな。なんか知らんけど、全員くしゃみが止まらんくなって。あの時の音声とか多分残ってると思うけど、すごいことになって、喉が。ずっと誰かが咳してるかくしゃみしてる。で、なんか俺も
ひどい声になって、そうヘリオロガスさんみたいな声になって、そうそうそう、誇りにやられてる。ちょっとあまりにもボロい、うん、ホテルというか宿というかロッジというかね、マンションのところロッジというかに、それでなんか気づいたらボツになってたやけどそうね、そこで言おうとしたことを改めて言うか。そうね、実際どうなんやろうな、現実的に。まあ週1、うん、毎日とかもどう考えても無理やけど、週1でも結構頑張らなあかんなと思うもんな。多分、うん、今習慣がついてないというか、本当に、うんうんうん、上げてすらいないからね、うん、それをまた元に、まあ、元に戻すというか、ちゃんと上げれる状態、うんうんうん、そうね。なんでそのいい目安としてやっぱ週に1回とかいいんじゃないかなと思いますけど、ただ半年くらいしたら慣れてくると思うんですよ。しかも食べくんみたいな一人でやってる人の週1と俺ら4人でやってる場合の週1はちょっとわけが違ってくるから、うん、一人が一人月1であげれば、まあ、ほぼ週1になるっていうね週2本いけるってことそれいや一人当たりの負担月1やと思えばそれはなんかできる気がしてくるから、って思ったら週1できるやんって話やもんな、うん、なんなら多分もうちょっと時間が経てば週2週3いけると思うよ。うん、そうね。ただこれを明言してしまうと嫌な予感がするんで、うん、とりあえず週1って言っておきましょう。そうね、うん、週1では上げよう、頑張って。週1を目標に1人が編集で月1で上げれるぐらいを目標に今やって行こうとしてる、うん、で今てか多分今回はこのラジオが上がると思うんですけど、うん、次の週には何が上がるんですか。次の週はどっちかやな、秀吉か俺かが編集したもん。ちょっとペンギンさんに任せますよそこは。うん、まあいろいろストックはあるので、遊んでるやつが。ゲーム実況しましたもんね。しましたね。うん、いろいろあるんですよ。そういうのも上げていきたいし、今週もね、撮影だけはちゃんとしようとしてるから。あの編集誰がすんの。ああ、今週撮るやつ。うん、それはちょっと考えもんやな。あれ、あげんの神戸、神戸くんあたりに。神戸くんできるかな。頑張ってもらうか。まあ神戸くんが担当しててもう2ヶ月ぐらい経ってる動画あるはずやねんけどな。まあそれ言い出して俺らも3ヶ月ぐらい放置してる動画あるからまあまずは撮影の、うん、とりあえずね、うん、来週上がりますはい、叩き言っとこう。そうね、もういいや、ごたごた細かいことはいいわ、来週上がります。来週ちゃんと上がるんで、はい、上がらなかったらこいつらもう言ってることを守られへんかったなと思ってください今年も綿毛かと思ってください。うん、あ、多分それが出したら多分綿毛でもいいやと思っちゃうからやめた方がいいと思うな綿毛トークンみたいになってくる、ね、ちゃんとダンディライオンにならないと。ダンディライオンになろうこれが、そうか、これってお言葉か、お言葉、ね、抱負みたいな話になってるけどうん。まあ抱負が一個言えたってことでいいんじゃないですか。まあチャンネルの抱負も兼ねてたってことで、じゃあ、はいはい、あれこれでいいんじゃね、もしかして今年の抱負いいんちゃう、いいよな。はい、ペンギンさんの小問題のコーナーでございます。ペンギンさんが抱える小問題問題について我々2人で議論していこうというコーナーになっております。それではペンギンさん、はい、お悩みの方よろしくお願いします。ね、この間、うん、漏らしたかもしれなくて、おろ、なんかパンツが起きたらぐっしょりしてて、うん、あんな26歳男性社会人、ああやっちゃったなと思って、うん、ただ男が漏らすって多分2種類あるじゃないですか、うん、そのあ、はい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 、便の方なのか、うん、こう無精みたいなものなのか、うん、ズバッと言いやがったな濁そうと思ったけどちょっと濁らんかった なんていうんやろう、ドリームロケットみたいなものがあるじゃないですか、わからんわ余計そのだからどっちやろうと思って、うん、P なのかドリームなのかちょっと嗅ごうと思って、うん、に匂い嗅いだら、うん、どっちの匂いもして、はあ、これどっちだやった、どっちやったんやろうなっていうことをずっと分からないままいるっていう話です。両方したんじゃんドリームして P したんじゃんドリームして P したんかな、うん、すげえ嫌なモロハみたいサモンセンかドリームは
ゴーしてトゥルーにしていくみたいな。そうそうそう。いやードリームピーな香りがして、うん、ただピー両方するってあるんかなっていうのと、まあ、でも混じるよね普通。そうね、まあ、結局出てくるとこ一緒やからね。そうそうなのよ。ただ、うん、ドリームやった場合ってちょっとなんか固形的なものがあってもおかしくないじゃないですか。ドリームするときって大体あれじゃないの、ちょっとエッチな夢見てるときなんじゃないですか。そう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 、そういう夢見てなかったよまず。キモどういうこと。そう、それがもう不思議やって。なるほど、おかずがなくてもってことか。うん、何やったんだろうっていう。よっぽど溜まってたんじゃないですか。もうありえるな。そう、多分ドリームするときって、うん、溜まってたときやから多分前日セルフしてるとかもないと思う、うん、なんか、 だから都市伝説で聞いたんですけど、うん、何日もそのセルフでしない場合ってなんか2週間ぐらいしなかったら垂れてくるって話を聞いたんですけど、うん、ああ、あるあるの聞いたことある。それかもしれないですね。確かにそれもあるかな。うーん、それがピーと混ざって出てきたのか、まあ、ゴールデンにちょっと溜めれなくなった分かピーしちゃったのかピーちゃんドリームなのかなゴールデンドリームじゃないですか。ゴールデンとピーしちゃって、カムしてピーになってしまった。あ、ピーになったの結局のかもしれない、かもしれんけど、ドリームの中にピーが混ざってたのか、うん、ちょっとすごい不思議やってん。あ、でもまあ湿ってはいたんですか。湿りしかなくて固形はなかった、ね、湿りしかなくて、だから俺ピーかと思って、まあ、ピーじゃないですか。じゃあ普通にでピーやったらなんかそれはそれで26歳にもなって俺はピーしたのかとも思ったしまあでもそんなビッチョビチョになったわけじゃないっしょ。あ、そう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 、なんか布団に被害がいくほどではなかった。尿漏れってことある意味年齢に合った行動なのかもしれないなんか漏らすってさ、もうなんかすごい漏れるやん。布団にも被害がいくぐらい漏れる、うん、イメージやねんけど、うん、なんかまずパンツで被害が収まってて、うん、だったら違うんじゃない？これドリームなんかなとも思うし、うん、難しい、どっちか分かんなかったっていう話で。ドリームかな。そう、そんなこと思いました。まあ大じゃなくてよかったな。それはそうやな。ビッグドリームになるとか言って。ビッグピーやろそれ。ビッグドリームそれただの大車数。言うな。はい、それではエンディングのコーナーでございます。はい、いやー久しぶりのラジオどうでした。でもうだいぶ撮ってないから喋れないかなと思ったけど、まあやってるうちに徐々に徐々にって感じやな。まあなんか脱線するねやっぱ我々。あ、それは思う、すぐ脱線する、うん、そう、何のコーナーでも忘れるもん。なんか人に言われるんですけど、君は着地点を決めてないねって、うん、その通りやわと思った。確かに大阪人らしくないな、そこは。大阪人らしくないですね。こう持っていきたいっていうのがないな。うん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 。見切り発車で始まってんだ。うん。うんうん。それはそれで勢いがあっていいけどね。まあね。うん。で、じゃあちょっと振り返りましょうか。うんうんうん。今年の抱負を。結局、個人個人の抱負ってちゃんとは言ってない？もしかして。あ、個人の抱負は言ってないですよ。チャンネルの抱負か。言ったの。チャンネルの抱負は週1で上げていく。うん、週1投稿ですね。ゲーム実況動画、うんうん、まあ、何かしらを週一で、ね、それを目標にしておりますよ、ね、はい、どうすか個人の目標どうですか。個人の目標どうしようかな、なんかあるかね。秀吉はあるんですか。ない去年は言っちゃうとしたら後悔のない人生を歩むぐらいじゃないですか。運気がいいなら後悔しない1年にしようと。去年がもうさっき言ったみたいにもうなかったものとして扱うレビューでダメな1年だったんで、今年はそうはならないように、うん、あの1年良かったなと思うような1年にしたいですね。まああれやって良かったなとかね、なんかそう思えるような1年にしたいね。いろいろやってみようっていうのが目標ですかね。ごたごた考えずやってみようで、うんうん、俺もそれにしようかな。いいじゃないですか。じゃあまだ仕事やめろ、うん、それは思ってへんじゃあそんな感じで今年も頑張っていきましょうね。はい、
じゃあ、まあ、まずはコミュニティで競馬の予想でも上げてみてくださいよ。フェブラリーステークス、じゃあお楽しみにです。はい、はい、じゃあペンギンジャヤ第30回この辺で締めさせていただきます。